認知症になったからって人生が終わるわけじゃありませんから。あなたに在宅医療をやる資格なんてない。やめちゃいなさいよ。病気療養中の父親に代わり実家の町医者を継ぐことになったエリート医師高橋正人。おいこら、子供の頃はもっと素直だったぞ。往診もやってくれないか。医者が一人で行ったって何もできないんじゃないの。お年寄りがこんなにたくさんの薬一度に飲んでいいわけ。医者はあんただけじゃないのよ。多剤を併用することでおかしくなったら薬の意味がない。在宅医療を通して様々な職種とつながりながら本当に大切なことに気づいていく。在宅の要になる高橋先生もやりやすくなるんじゃないかな。ありがとう。そんな中担当している患者の容体に異変が。私には家族がいるんです。あの子にはまだまだ伝えたいこと教えたいことたくさんあるんです。倉松先生と相談して退院時カンファレンスをやるよ。僕に何ができるんだろうか。尊重すべきなのは患者さん本人の気持ちだと思う。そのために僕たちに何ができるのか、最後まで生きる手伝いをしよう。私もご一緒させてください。しびれはありますか。口内炎ほとんど治ってますよ。よく伸びてます。教えられたから。フィアって何ですか。英語で仲間って意味。みんな平等、みんな同じ人間ってこと。僕たちみんな仲間です。ピア、街をつなぐもの。